どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、ポイントサイトハピタスで20%ポイント増量キャンペーンがね、えー、開始しましたので、えー、解説ねやっていきたいと思います。こちらね、ANA マイルへの交換率だと実質90%、えー、JAL マイルへの交換率だと60%っていうふうになっております。 こちらね、キャンペーンの概要ね、まあ行ってみたいと思うんですけども、まず期間が2020年の3月30日から4月の30日までっていうふうになっております。今回このポイントサイトハピタスからポイント交換するわけなんですけども、ルートとしては普通の東急ルート、ハピタスからドットマネーを経由して東急ポイント、 で、東急ポイントから ANA マイル、JAL マイルっていう風にね、いうルートで交換すると、えー、まあこちらがね、対象になるっていう風になります。で、えー、キャンペーンのね、えー、ポイント上限が1万2000ポイントっていう風になっておりますんで、まあ、ポイントサイトハピタスはね、えー、1ポイント1円っていうポイントサイトになっておりますんで、えー、1万2000円分っていう風になります。 で、えー、こちらね、キャンペーンの達成条件なんですけども、えー、期間中、2 0、えー、3月31、えー、30日から4月の30日までの間に、1万5千ポイントをね、まあ獲得する、えー、もしくは、えー、ポイント中長に判定中と記載された場合、対象っていう風になっております。で、こちらね、 判定中と記載された場合は2020年の7月31日までに、ね、有効判定とされたもののみ対象っていうふうになっておりますでこちらのキャンペーンのね得点の付与時期なんですけども2020年の8月中旬っていうことなんで、まあ、今3月、まあ、4月、まあ、この動画が出てるのが4月1日っていうふうになっておりますので、まあ、大 3 4ヶ月後ぐらいなんで、まあ、かなり先っていう風になりますねで8月の中旬ですポイントが付与されるのがで次ね気をつけていただきたいのはこのキャンペーンのね特典の付与ポイントの有効期限なんですけども8月の31日までなんですよ え、ポイント付与されるのが8月中旬。有効期限がね、8月31日までっていう風になってますんで、一応ね、中旬っていう感じで、日程が出てないんですよね。ですので、まあ大体ね、 15日とか、まあ多分長くてまあそんなもんだと思いますんで、まあかなりね、期間が短いっていうことはね、あの間違いなく覚えておいてくださいね。ちょっとね、この動画が出るのは4月で、あの、ポイントが付与されるのがちょっと8月なんで、まあちょっとね、覚えてないと思うんですよね。 で、あのー、私のね、動画の、えー、コミュニティなんていうのはね、私のチャンネルに行くとあると思うんですけども、まあそういうところでもですね、私あのおすすめの案件ですね、まああの動画にするまで、する、するかっていうような案件とかね、まあそういうものもそうですし、まあ、あのー、今日のね、 すごいお得情報とかね、えー、そういうのもねその動画のコミュニティ欄っていうところで結構私つぶやいたりもしてますんでもしねあの ANA マイルとか JAL マイルとかねあとポイントのお得な使い方みたいなのね、まあ、気になるっていう方はですねおそらく私がコミュニティ欄でつぶやくとですね通知何かしら行くと思うんですよねですのでちょっとねあのー、もし 通知が見てきた場合はですねちょっとさらっとでもいいので、ねまあ、確認していただけたらなと思います。あの私もね忘れないようにね要時期ですよみたいな感じであのそういうのもねつぶやかしていただきますので、まあ、それでねお知らせするぐらいしかねあのできることないと思いますので、まあ、ひとまずねこのキャンペーンのポイントがかなり、えー、期間短いことだけはねあの忘れないようにしてくださいね。 で次にですね注意事項ですね、あのー、こちらのキャンペーンの達成条件なんですけれども、1万5000分のねポイントを達成しなくてはいけないんですけども、その中には、ですね紹介ポイント、アンケート広場、ハピタス宝くじなどの広告以外のポイントは対象外っていうふうに、ね、注意事項に書いておりますので、その点もね忘れないようにしてくださいね。で じゃあこれどういうね案件をこなしていけばいいのかっていう話になりますよね。であの一応ですね、えー、今現時点でポイントサイトハピタスにポイントを持ってる方は1万5千分のねポイントを獲得すれば、まあ、既存のポイントをね交換するだけでこのキャンペーン乗れるんですよね。まあ、判定中がつけばこのキャンペーンには対象っていうふうになってますんでだからそれあのポイントをね今現時点である程度持ってる方はねあのいいんですけども。 問題は持ってなない人なんですよね今現時点で全然ポイントを持ってなくてこれから稼いでいってこのキャンペーンに載せたいっていう場合はですねこれちょっと調べたんですけどもそこまでね多くポイント付与がね多くない案件もあれば、まあ、クレジットカードだとね、まあ、結構大きくバンってもらえるようなね案件もありますんで。 まあちょっとねここら辺の案件を、えー、積み上げてもらって、えー、1万5000円分の、ねえー、ポイントね稼いでいただけたらなっていう感じなんですよね正直ね、えー、かなりね、えー、この1万5000ポイントまでいくのは今現時点ポイント持ってない人はですねかなり厳しいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね さすがにね、全部利用するっていうのは、ちょっとパパッと見ても難しそうなので、まあどちらかというとこのキャンペーンはですね、今現時点でポイントを持たれている方が、まあちょっとメインになるかなっていう感じなんですよね。あの、ハピタスが今回やったね、このキャンペーンなんですけども、非常にね、あの、マイラーにとっては、すごいいいキャンペーンなんですけども、何せ、えー、期間がですね、本当に丸々1ヶ月しかないんですよね。 先日紹介させていただいた EC ナビのポイント交換のキャンペーン。 えこちらだと、えー、2月からやってるんですけども5月31日までね、えー、延長しましたよねっていう風うに、まあ、2ヶ月ぐらいね猶予があると、えー、このポイントをねこれから獲得して、えー、ポイント交換に乗せるっていうのもね結構利用しやすいんですけども、まあ、今回のこのハピタスはね本当にまに丸々1ヶ月しかないんでちょっとねこれから新規っていう方はねちょっと厳しいですね うん、ちょっと私としてはですね、このポイントサイトハピタスのキャンペーンももうちょっと伸ばしてほしいですね。ちょっと1ヶ月じゃですね、新規の方は利用しづらい部分がね、かなり大きいので、まあそこをハピタスさんの方が狙ってるのかもしれないですけどね。ちょっと一概には言えないですけども、ちょっと個人的にはですね、せめて2ヶ月、もしくは3ヶ月ぐらいのね、ちょっと長期のね、キャンペーンにしていただきたいなっていう感じですよね。 え、いかがだったでしょうかえ、今回はですね、ポイントサイトハピタスの20%増量キャンペーンね、紹介させていただきました。今現時点で EC ナビ、ハピタス、両方ともね、このポイント交換のね、キャンペーンやっておりますんで、ANA の場合はハピタス、JAL マイルの場合は EC ナビの方がね、えー、ポイント効果のね、えー、率っていうのは高いので、ポイントサイトね、えー、利用されている方は、ANA だったらハピタス t、えー、JAL だったら EC ナビみたいな感じでね、えー、利用していただければなっていう感じですかね。3月の終わりから、えー、このポイントサイトのね、キャンペーンがちょこちょこね、増えてきておりますんで、えー、今ね、ちょっとマイルを貯めてもですね、ちょっと、 自粛等々でね、旅行に行けない部分がありますので、まあ、この時期にですね、ちょっと集中してポイントね、貯めていただいて、ANA マイル、チャルマイルね、えー、貯めていただけたらなと思います、えー。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです、えー。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。